駅名標正面から見た駅舎飛前大浦駅は、佐賀県富士津郡多良町大和大浦平にある、九州旅客鉄道長崎本線の駅である。佐賀県最南端の駅で、当駅と隣の小長井駅の間に、佐賀県、長崎県の県境がある。普通列車のみが停車する駅で、鳥栖方面からの列車の一部が折り返すほか、一本のみ、当駅始発長崎駅の列車の設定がある。 また、早朝には、鳥栖から、鹿児島本線経由、文字港行きの列車も設定されている。県境を挟む、東駅小長井駅間の普通列車は、下り7本、上り7本と長崎本線の全区間中で最も少なく、双方向とも午前から午後にかけて4から6時間ほど、列車の発車がない時間帯がある。現在は普通列車のみの停車駅となっているが、 かつて1957年から1958年の約1年間、上り寝台特急、幸風が当駅に停車していたことがあった。1958年10月に同列車が平和に解消されると同時に停車取りやめとなっている。2018年3月のダイヤ改正で、伊諫や長崎方面の列車が3時間繰り上げとなり、 最終列車は18時58分発となった。また、夜の時間帯は、非前山口、非前鹿島方面から3本の当駅止まりの列車があり、うち2本は折り返しの上り列車として設定された。島式ホーム1面2線を持つ地上駅。駅舎とホームは地下道での連絡になっている。一線スルー配線ではなく原則、左側通行であるが、 当駅での折り返し列車や近隣駅からの回送列車の始発駅となるため、両面のホームとも上り下り双方の発車ができる構造になっている。817軽電車に合わせて2両分のホームが重ね上げされている。国道207号を挟んだ商店で乗車券を販売する簡易宅駅となっている。2016年度の1日平均乗車人員は145人である。 2017年度分から非公表。ありがとうございます。